モスクワ地図上のモスクワ環状道路、モスクワ環状道路走行中の眺め奥に見えるのは、町の大規模工場の煙突である、ラッシュ時のモスクワ環状道路、と、ヤロスラーフスコエショッセトの交差点モスクワ環状道路は、ロシアのモスクワ市内を環状に結ぶ道路で、総延長距離は 109.8km。そのロシア語略称、あるいはそのラテン文字マカットで呼ばれることもある。 モスクワの環状道路はこの内側にブリバール環状道路、佐藤ボエ環状道路、外側にはモスクワ大環状道路などがあるが、通常、モスクワで環状道路といえば、このモスクワ環状自動車道路を指す。1950年代に道路交通の渋滞が表面化してきて建設が始まり、1961年に全線開通した。完成当時はこの道路が、 モスクワ市の境界線となっていた。幹線道路と交差する地点はインターチェンジで立体化していたが、いくつかの信号付きの交差点もあった。その後、交通量の増加に対応するため改良工事が継続的に行われ、4車線が10車線に拡幅され、すべての交差点が立体化され、高規格の自動車専用道路となった。1980年代以降、 周辺の自治体を合併し、モスクワ市の地域はこの道路の外側に拡大された。セレメイチエボ国際空港はこの道路のすぐ北にあり、ゼレのグラードもそこから少し離れてある。ありがとうございます。